第一次世界大戦の空の上からこんにちは。イギリス陸軍中佐の霊夢です。同じくイギリス陸軍大佐のマリサだぜ。今回も史上最悪の世界大戦を描くバトルフィールド1のキャンペーンを遊んでいきましょう。前回は敵の塹壕を通って自陣に帰還したところまでだったな。軍歴詐称によって軍法裁判にかけられることとなった主人公のブラックバーン。しかしその時突如ドイツ軍によるロンドン空襲が始まるよ。敵の攻撃からロンドンを守るために主人公は再び空に出撃します。それではドイツ軍の爆撃から市街地を守りを名変城と行きましょう。ひとまずは接敵した敵戦闘機を殲滅しろ。了解だよ。ということでまた一気撃墜。さらにもう一つ捉えた。これで落とせるかな。ってあれ消えた。どうやら私の力が強すぎて敵の存在ごと消してしまったようだ。ただのバグですね。よし、残る敵戦闘機はあと一機。ちょうど味方に追われてこっちに逃げてきたのでうまく撃ち落とせました。ひとまず最初の敵部隊は一掃できたな。それでは周囲の警戒に取り掛かれ。了解だよ。おそらく今のは護衛戦闘機のはずなので、やっぱり爆撃機隊がいるよね。こちらが本体のようだ。この爆撃機でロンドンを爆撃するつもりだろう。可能な限りドイツ軍の航空作戦を阻止せよ。イエスマム。ということで敵の爆撃機隊の迎撃を開始します。現状は爆撃機と距離がある状況なので確実に当たる距離まで近づいてから攻撃を開始しようと思うよ。奥には敵の護衛戦闘機も見えるな。周囲もしっかり警戒しておこう。それでは距離を詰めて射撃開始。まずは手前のやつから落とします。あれなかなか落ちないね。さすがに戦闘機よりも硬いな。ようやく一機落とせた。それでは続いて2機目。いや、ここはロケットの方がいいかな。ちょっと調整して。よし、命中した。墜落していくぜ。続いてこっちの爆撃機にもロケットをお見舞いだ。あと少し。おっと、目の前に阻害球。ギリギリで回避できた。敵爆撃機の撃墜も確認できた。これでまずは3機撃墜だね。敵の護衛戦闘機も加わって激しい空戦が始まってるよ。バトルフィールド1特有のライティングが加味されて映画みたいな戦闘風景だな。2016年のゲームとは思えないね。だいぶ敵の戦闘機が暴れているようなのでここで少し片付けた方がいいかな。いや、我々の主目標は敵の爆撃の阻止だ。だから爆撃機優先で叩いていけ。了解だよ。よし、すれ違い際に4機目も撃墜完了。あと残っている敵爆撃機は5機だ。全て撃ち落とせ。前方に敵の編隊を捉えました。敵機の後ろについてロケット発射。命中を確認。私のことはロケット花火職人と呼んでくれ。ロケット花火に職人とかあるのめっちゃ外してんじゃねえか。ロケット花火がちょっとしけてたようです。出てるって何？そもそもこれロケット花火じゃないんだけど。最攻撃でなんとか撃墜できました。と何やら後ろから撃ってきているやつが。敵機が3機張り付いてるな。でも友軍機が落とそうと奮闘してくれてるのでこのまま無視して敵爆撃機を迎撃できないかな。やったり張り付いてきていて振り切るのはきつそうだ。それなら宙返りして反撃しよう。と言っている間にも被弾。体力がだいぶきつくなってきた。うお、ものすごい混戦状態。逆にこの混乱に紛れて敵と距離を離すよ。とここで正面に失速している敵発見。せっかく後ろを取れたのでできれば撃ち落としたいところ。これでどうだ。敵機の撃墜が確認できたぜ。よしよし、それじゃあこのまま残る敵の爆撃機を落としに行ってしまおう。それにしても今から100年前の第一次世界大戦でも都市に対する爆撃とかあったんだね。爆撃機が初投入された戦争だったからな。ちなみに当時長距離爆撃できる航空機を持っていたのは今ドイツ帝国軍だけで、イギリス軍やフランス軍は持っていなかったから、当時の戦略爆撃はドイツ軍の1000倍特許だったぜ。技術格差のせいで一方的に爆撃されるイギリスはきつかっただろうね。残る敵爆撃機は1機。よし、撃墜完了しました。これで敵の爆撃機体は全滅したかな。いや、一次大戦の爆撃作戦となるとあの機体もいるはずだ。あの機体というのはまさか、やっぱり軍事飛行船か。ドイツ軍のツェッペリン飛行船だ。一度に数トンの爆弾を投下できるぞ。当時の爆撃機十数機分か。これは確実に撃破しないといけないね。ということで敵飛行船の破壊を試みます。と正面に新手の護衛戦闘機。しかもかなりの数だ。ここでヘッドオンするのは危険そう。あえて高度を下げて正面戦闘を開始します。戦闘機の相手は味方機がやってくれるはずだ。霊夢は敵飛行船への攻撃を開始しろ。了解だよ。ではでは射撃開始。機銃で飛行船を穴だらけにしていくよ。いや、これほどでかいならロケットの方が効果的か。これでも食らい上がれ。目に見えて被害が拡大しているな。落ちてきた構造物は回避して、と次にゴンドラ部分の破壊を試みます。これでどうだ。おっと、落ちてきそう。危ないところだったな。でもダメージは与えられたはず。飛行船の武装は上部と下部だ。特に上部の対空砲は凶悪だから気をつけろ。了解。敵機に追われているので一度飛行船を使って射線を切ります。今や飛行船が浮かぶ遮蔽物だからな。一回は修理できた。前方に敵戦闘機複数。その側面から機銃を叩き込みます。まずは1機撃墜。続いて2機目持ってちょいちょいちょい。敵と尾翼が接触したか。しかも目の前には敵の対空砲。急いで飛行船の側面に回って対空砲の射線を切ります。そしてそのまま急降下して敵戦闘機にも攻撃を仕掛ける。これで終わりだ。敵機の撃墜を確認。よしよし。でまた別の飛行船から対空砲が撃ってきてる。ここは反撃だ。飛行船はゴンドラやプロペラ部分が弱点だぜ。飛行船の頭や足みたいなもんだもんね。ということでまずは1つ目のゴンドラを破壊。そして2つ目も破壊したいところだったけど、ロケットがうまく当たらなかったか。修理完了後に再攻撃を試みます。しかし飛行船を見ているとなんか子供の時よく見てたあの映画を思い出すね。日本人なら思い出す映画があるよな。何回も見直したな。映画ヒンデンブルク。ごめん、全然知らないやつだった。飛行船の墜落シーンがリアルすぎて子供の時トラウマになったよね。誰が共感してくれんだよこれ。というか私は飛行船の映画といえば魔女の宅急便かと思ったが、これだから令和生まれは。魔女の宅急便ってソ連崩壊前の映画なんだけど。魔女の宅急便は若者の映画。こいつ老人すぎる。ロケット発射。うお、なんか爆発した。どうやら水素に引火したようだ。これでかなり打撃を与えられたはず。前方にいる戦闘機はしっかり撃ち落としておいてと。そしてまた後ろに敵機が張り付いている感じがあるね。ドイツ軍機が一機追いかけてきてるな。ここは急加速で振り切ってしまおう。そして飛行船への再攻撃も行います。しっかり距離を詰めてからのロケット弾発射。どうかな。また飛行船の一部が爆発したな。よ
しよし、やっぱり飛行船そのものは脆弱みたい。でも現代から見たら水素で飛ぶ飛行船で敵地を爆撃するってめちゃくちゃ危険に見えるね。まあ大戦が始まったばかりの1914年ではロンドンを爆撃できる飛行機といえば飛行船しかなかったからな。その点において海戦地点で世界最大規模の飛行船産業が存在したドイツ帝国はこれをフル活用したんだぜ。ふむふむ。だが1年ほどすると英軍は戦闘機などの開発に成功し、飛行船はかなり高確率で撃墜されるようになった。それでもドイツ軍は一方的に敵地を爆撃できるという魅力に釣られて終戦まで飛行船の建造を続けたから資源の浪費につながったという指摘もあるぜ。今の通り抜けたシーンかっこよくない？もう歴史聞くのは来てんじゃん。まあ飛行船爆撃というアイディアを実戦で大々的に実行したことこそが第一次世界大戦らしいと言えるな。まさに試行錯誤の時代だったわけだね。でもそんな限られた軍用飛行船の時代に私が終止符を打つよ。敵の飛行船の体力は残りわずかだな。後期の時代の到来だ。反転して最後の一撃を加えます。ロケット弾全弾発射。飛行船の爆発を確認。今や飛行船は火だるまになっているよ。これで一機は落としたも同然なので、続いて2機目の飛行船もサクッと撃ち落としちゃいましょう。調子乗ってたら落とされました。自業自得じゃん。と私は今頃天国に。アッピルソンも一緒に天国に来れたんだね。まだ現実世界じゃないこれ。ようやくお気づきになられましたか。なんか煙臭くて地獄に落ちたのかと思ってたから安心したよ。それでここはどこかな。あなたが火だるまにした敵飛行船の上ですね。あ、本当だ。それならそんなに地獄と変わらないかも。どうやら敵飛行船の上に飛行機が不時着したようだ。なるほどね。状況は確かに悪いが生き残っただけ不幸中の幸いだな。それに地獄に落とされなくても生きることが地獄みたいなもんだしね。そんなことは一言も言ってないですね。ということで偶然生き残ってしまったわけだけど、これからどうすればいいのかな。飛行船は墜落寸前だが、依然として船の上部に取り付けられた敵の対空砲が猛威を振るっている。だからそれを制圧しに向かえ。了解だよ。では飛行船の屋根を伝って敵の対空砲がある船の前方に向かっていきます。飛行船は穴だらけなので足元には注意してと。飛行機がすぐそば。空戦は現在も続行中のようだ。空戦の周囲を戦闘機が飛び交ってるね。あっていいこと思いついた。低空飛行で飛んできた飛行機にジャンプして捕まればここから脱出できるのでは。引っ掛かれるわ。それか飛行船の上に着陸してもらうというプランも考えられますね。そこコンサルやめて。あっついに敵の対空砲が見えたよ。僕の影がそうだな。また足場が崩れちょい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 。うわぁ、有軍機が突っ込んできた。間一発で回避できたが。やばい、足場が崩れてる。あっこれ落ちるやつ。うわぁ、五体投ダメージを減らせ。牛乳いっぱい飲んで育ってきたのでなんとか無傷で済みました。骨の硬さで乗り切る人だ。すまないウィルソン、私はここまでだ。対空砲の制圧は任せた。上に登る道を探せって言われてますが。対空砲の制圧は任せた。今から探せ。はい、では飛行船の中から前方に向かいますか。こんな時に持ってきててよかった。リボルバーってなんだなんだ。おそらく有軍機の攻撃だな。被弾したらひとたまりもないね。と言っているそばからドイツ兵の死体が。おそらく内部には搭乗員がいるはずだ。警戒して進め。イエスマム、今のところは敵兵はなしと。何やら物音が。光線はだいぶ壊れかけのようだ。ここでドイツ兵発見。手に持ってるのは銃か。いや消火器だな。じゃあ見逃してあげようと思ってました。あの兵士は不運だったな。この部屋は火事がひどいし、ささっと抜けてしまおう。こっちから抜けられるかな。ってちょいちょい。部品が欠落していったな。光線だいぶヤバそうだよ。このままじゃ対空砲を制圧できないので修理した方がいいのでは。音末点灯が過ぎる。なんかドイツ語の無線も聞こえるので、まだドイツ兵が残ってそうだね。ここは左に行けばいいのかな。外では空戦が続いているのが確認できるね。光線から見ると壮絶だな。下にはロンドンの市街地も見えるよ。ローズ川がくっきり見えるな。なんとしても爆撃からロンドンを守らなければ。ここでまた人影を確認。早速攻撃を開始しよう。まずは逃げる背中に一発やったな。続いて二発目。ナイスヘッドショット。あともう一人物影に見えたね。ここだ。14号。これでオールクリアかな。そのようだ。一旦リロードしてと。木造の敵対空砲は目と鼻の先だ。ここで射撃手を倒す。くらえ。これで敵対空砲の制圧は完了だ。ウィルソンの姿はまだないけど、せっかく対空砲を制圧したのでこれで敵航空機を落としていこうと。早速敵の機銃掃射が乗り移っていたのがバレたか。急いで対空砲で反撃します。まずは一機撃墜。2機目の撃破も確認できたぜ。この調子でどんどん落としていこう。しかし敵味方の識別がしにくいな。対空砲に落とされるようなのろまな飛行機は全部ドイツ軍機だ。すごい誤射しかしない考えだ。爆撃機よりもヤバい戦闘機を先に落とした方がいいかなって。ヤバい飛行船が上がってた。だがあの飛行船を撃ち落とす絶好の機会だ。対空砲をありったけやつにぶつけてやれ。了解だよ。まずはプロペラの部分を集中して攻撃してみよう。おっ、なんか構造物が落ちてきた。いい感じにダメージが入ってそうだ。それなら次は前方のゴンドラ。よし、落とせたね。あとは船体に弾を叩き込み続けよう。これで飛行船の水素に引火してほしいところ。どうかな。圧迫発した。はい、通りに誘爆したな。さらに追い打ちをかけていこう。これがイギリス軍の底力じゃ。飛行船が落ちていくな。これは確実に撃破できたでしょう。それじゃあ続いて敵戦闘機も落としていこうと思います。オーバーヒート中なので少し待ってから射撃再開。まずはあのピッて
っそ搭乗員が上まで上がってきてたか。てちょちょちょ、ここでまさかのウィルソンが。あれが助太刀してくれたか。墜落現場から助けた時の借りね、しっかり返してもらったよ。それで次に私がするべきなのは、この距離でドイツ兵を撃ったらウィルソンが危険だ。ここで3機目の飛行船が出てきて、ラー兵はウィルソンに任せて、霊夢はそいつを撃ち落とせ。了解。ありったけ弾をぶち込もう。よし、今度もゴンドラ部分を壊せた。次は船体に弾を撃っていきます。あと少しで落とせそうだ。これでどうだ。あやべ、またオーバーヒーター。さすがに連射しすぎたか。撃てるようになるまであともう少し。よし、これで終わりだ。爆発を確認。光線を撃破できたな。これでロンドン爆撃を阻止できた。That's my story. A selfish man who risked his own life to save another, and in doing so, found he was saved himself. Things get mixed up in wartime, though, and you'll probably hear other versions. A rogue pilot who stole a plane, who killed his buddy, then lied, cheated, and murdered his way across half the Western Front, only to escape court-martial in the chaos of an air raid.But don't listen to any of that. What you heard from me is the truth. I wouldn't tell you if it wasn't. Would I?The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here.But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia.今回で DF1 のキャンペーンのパイロット編は完結。次回からはアラブ反乱のストーリーが始まります。オスマン帝国の支配を弱体化させるべく、大英帝国の諜報員であるロレンス隊は広大な砂漠でゲリラ戦を展開するぜ。かの有名なアラビアのロレンスにまつわる物語をお楽しみに。ではでは、ご視聴ありがとうございました。